はい、えー、夏の甲子園です、えー。結構進んじゃってますので、えー、パートを3つに分けて、ね、話していこうかなと思います。有田工業対滋賀工業ということで、えー、滋賀工業が1回戦を突破ということで、10対6ということで、打線は良かったですね。えー、有田工業、えー、打線の方活発でしたね。えー、相手打線をこまる13安打、えー、ということではございましたけども、 えー、9回に追い上げを見せるも、及ばずということでございました。あまた守備のミスがありた攻撃が多かったですね。七色ラっていうのはちょっといただけませんね。えー、健康高崎大学福祉、えー、健康た、あ、失礼しました、えー。健康福祉大学高崎高校ということで、まあ、通称県大高崎対、えー、香川県大表えー、香川県代表英明高校ということでございます。えー、ということで、えー、ここは健康高崎大、えー、 健康福祉大学高崎高校が、えー、ここは初戦を勝利ということで接戦をものにしております当選でしたね、えー、ということでまあ英明高校とすればあ打線がちょっと古月、えー、といったところでございましたね岐阜城北対智弁学園です、えー、智弁学園が一回戦突破延長戦にも連れ込みまして、えー、ここは智弁学園が勝利ということで、えー、岐阜城北としましては九回に、えー 追いつかれてしまって、まあ、なんとかそこから同点にこう追いついていくという粘り強さは見せるも及ばずということで、まあ、智弁学院としては大逆転勝利といったところですね。8月8日、大阪桐蔭対興南高校、大阪桐蔭が1回戦を順調に突破ということで快勝といったところでしょうね。興南高校としては打線が振るわずといったところでした。明宝小松大谷 小松大谷8対4での勝利ということでございます。打線が非常に活発的でしたね。えー、初回に同点に追いつかれたというところで、えー、ちょっとドタバタしたところもありましたけども、終盤にしっかりこう、えー、集中力を浴びせさせて、相手ピッチをこうね、えー、攻略していったっていうところですね。えー、札幌西大対京都国際高校、えー、追い上げを見せた札幌西大ではございましたけども、えー、反撃及ばずといったところでした。 8月9日花咲、えー、花咲徳栄高校、えー、それ新潟三大、えー、付属ということで、えー、新潟三大付属がここは勝利ということでございました11安打2得点とちょっと張り手の悪い打線ではございましたけども、なんとか勝利ということでした、えー、西日本三大付属対金足農業ということで、えー、金足農業が9回にえと、ー、うの追い上げを見せるも、えー、反撃及ばずといったところでした。 え個人的には5回の4失点、ここがね、えー、その一つを分けるポイントだったのかなと思います。まあ、吉田投手というね、えー、ピッチャーを雇用した金し農業でございましたけども。